自分が見ている世界をなんかその視覚の画面の中に閉じ込めたい、その中でどう描くかみたいなことに重きがあります。キャンバスに描き出す自分が見たままの世界。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。ペインター山田光平、作品のモチーフとして選んだのは草花や人間など目の前にある景色。そんな彼が目指すのは具象でも抽象でもない不思議な世界。半抽象的な絵画を作りたいなって思ってるんですけど、具象的なモチーフだったりとか、例えば自分は花だったり人間だったり生物だったりを描いたりするんですけど、完全になんか物になってるなっていうのも好きじゃなくて、でもそこの物を全て消したいわけではなくて、ちゃんとそこになんか実在の何かがありつつも絵が崩れてるかとか、この視覚の画面の中で絵がギリギリで保ってるみたいなのがすごい面白いと思って。普段見ている花そのものではなく、彼の頭の中を通して見る花、そんな自分なりの景色を表現するために譲れないのは色。色はすごい考えてて、色と色との重なりみたいな、光によってもいろんな光の色ってあるじゃないですか。こう目では認識できないけど、なんかいろんな光が合わさって世界になってるっていうか、色のなんかグラデーションとかそういうのを重ね合わせることで、結構どんどん自分が見ている世界とかにつながっていくんじゃないかなって思ってます。そうして自分の世界と向き合い続けたからこそ到達した一つの意識。絵を通して世界を見てるっていう意識があって、視覚の中で描くにつれてすごいそこにどんどんリアリティを感じるようになってきてて、例えば丸いキャンバスとか、そのいろんな形のキャンバスとか作ろうと思えば作れると思うんですけど、でも絶対視覚のキャンバスが良くて、なんかそれが自分にとってのリアリティだなって思うし、自分にとっての絵画ができてるんだろうなって思います。見えてる世界だけが現実じゃない、キャンバスに自分なりの世界を映し出す山田光平の目指す未来とは。絵ってこう描いていく行為が時間の積み重ねだと思ってて、自分もこう長く生きてるといろんな経験とかあるし、その時間の自分の積み重ねもあるんで、絵もどんどん重なって変化していくものだと思うんで、死ぬまでずっといい絵は描き続けられたいなと思います。積み重ねた時間こそが絵を進化させる。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はペインター吉田明恵のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。